気持ち聞かせてください。いやまあ途中から入った中でやっぱ、まあ、1点取りに行くってことで、まあ本当に、まあ、自分が流れを変えることができてよかったかなと思います。ゴールは狙ってましたか？そうですね、本当ワンチャンスになってたんで、まあ良かったです。スミ選手のボールを受けたあの素晴らしい切り返しゴールにつながりました。ゴールシーン振り返ってください。いやまあ本当、まあ小城君がまあパスくれて、まあそこで自分がオーバーラップして、まあシュートを打とうと思ったんですけど、まあ相手の足が見えたんで切り返して、まあ逆足のシュートを打って、まあ狙えたところに本当ゴール入って、まあいいシュートだったかなと思います。今回の一戦、フランス1部リーグスタッドランスとの戦いでした。普段のリーグ戦との違い感じましたか？そうですね、まあ、前半見てて、まあ、スピードの違いっていうのはやっぱ最初に感じましたし、まあ、本当最初入って強度の違いのところもあったんで、まあ、これに、まあ、慣れていく必要があるのかなとは思いました。ゴールの瞬間、監督コーチ陣もおーという声、そしてサポーターも大いに盛り上がりました。どんな気持ちでしたか？そうですね、まあ、ホームで決めたのは、まあ、親善試合ですけど初なんで、まあ、なかなかないことだったのかなと思います。リーグ戦はまだまだ続きます。後半に向けて意気込み聞かせてください。はい、まあ本当に、まあ、7月は本当苦しい試合多くて、まあ、でも次の新潟戦に向けてやっぱこの試合は本当大事ですし、まあ本当は勝ち切りたかったですけど、まあ引き分けという形になりましたけど、まあいい形で次に迎えられるかなとは思います。先制点を奪いましたジュビロ磐田、西久